去年の交通死亡事故を警察庁が分析した結果、歩行者や自転車が左から来た車にはねられたケースが多いことが分かりました。去年の交通事故の死亡者は3904人で、歩行者と自転車に乗っていた人が7割近くを占めました。警察庁が分析したところ、左から来た車にはねられたケースが多いことが分かりました。運転手からすると、道の左側を走っているため、右から来る歩行者は遠くになり、注意を払いづらいことが考えられます。